アメデイ、フランスはフレスジェアメデイ、フランスはフレジールは、フランスの軍人、技術者である。南米を訪れ、イチゴの原種の一つ、フレジェゲやチーロンシスなど、新大陸の果物をヨーロッパにもたらした。サボイのシャンベリーに、弁護士、教授で、サボイ以降の顧問を務めた、ピエール・ルイ・フレジールの息子に生まれた。父親は法律を学ぶことを望んだが、科学と進学を、パリで学び、 公開術、天文学の研究をした。卒業後、イタリアに旅し、イタリアの美術、建築を学んだ。帰国後、軍医師官として入隊した。軍務は著作の執筆ができる、時間の余裕があったので、フレジールは、花火の技術をまとめた著書トレイトデフディー、アーティフィスポアールスペクタクルを1706年に出版し、これは、花火業者の標準的な教科書となり、 クレジールは軍の技術部門に転任させることになった。チリやペルーの要塞の防御の研究のために、前任者のルイ・フイレイの離任の4ヶ月後に南米に派遣された。水路の地図を作り、海岸沿いの主要な港と要塞の経度、移動を測定した。フイレイのいくつかの間違いを指摘することにより、二人は対立することになった。商人や旅行者を装って、 スペインの知事などを訪れ、港のスケッチを行い、攻撃経路や武器庫や避難路を調べ、スペイン人の入植地の防御の強さや厳重民や、金銀の鉱山の状況を評価した。教会の活動や、地域の動植物の分布状況や、農産品についても報告し、後にイチゴをヨーロッパに送った。フレジールの送ったイチゴの種は、当時のヨーロッパのイチゴに比べて大きく、 微味なものであった。1714年に帰国し、ルイ14世に地図を検じ、報奨金を得た。1719年に、イスパニョーラ島の強化のために派遣され、島の地図を作成し、サントドミンゴの町の計画を作った。マラリアにかかり、1728年にヨーロッパに戻った。七百十四年に、南米の見聞の報告、南海の航海が出版され、 すぐに、多くのヨーロッパの言語に翻訳された。イギリスでは1717 17年に、エドモンド・ハレーの注釈をつけて翻訳が出版された。他に著書として、リポンス・ AUP ・ホイやリマの地震を報じた、レトラ・カンサー・ナント・リスト・アール・デ・トラン・ラモン・デ・テールで、リマがある。建築資材の材料取りに関する著書、ラテ・よりリ・イラ・プラチック・デ・ラク・ーペ・デ・プアーズ。 イデボイスポアーラコンストラクションデベトイオトラパーティーズで、バタモンズシベルズミリテア、ウトレイトデステリアターミアエル、ユーセージデールアーキテクチャーなどもある。1752年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれた。フレスは植物の学名で命名者を示す場合に、アメデー、フランスはフレジールを示すのに使われる。ありがとうございます。